目安箱の中からこんにちは、どうも花子です。くらまるです。あなたどっから来たの？私、2021年から来ました。てかさ、一個言っていい？はい。あなたメイクしてそれでしょ今？はい。めっちゃブサイクじゃない？デンジロどう？2021年では結構受け入れられてる顔なの。ダメダメ、ちょっと本当にね、本田兵になるわよ。ブサイクすぎるですか？そうです。だからちょっと本当に、うん、今日はうちが平安流美人に変えてあげる。ほう。まず、一旦スピン直おうか。はい、スピン直おう。見た目ギャルじゃん。結構ギャップ激しい。もしかしたらでもそうかもしれないです。ちょっとでもなんかごめん、言葉失ったらごめんね。言葉失ったらなんか言ってください。でもやっぱすっぴんになれるってことは、うん、女として自信ないってことだよね。まあそうだね。いやまあ YouTube ってそういうもんじゃないですか。分かってるね。分かってる。男だね。いや変わんないやん。てか今見たけど、いや全然変わんない。ちょっとあんた仮面かぶりすぎじゃない？ちょっとコナン君の殺人トリックの仮面重ねるみたいな感じしてるでしょこれ。いやいやいや、ちゃんと1時間かけてメイクしてきてますからね今日。まあいいわ、別に今ブサイクには変わりないわ。でもねえ、この平安流メイクっていうのは全てがね令和と逆の価値観で生きてんの。へえ、うん、多分。つまりメイクの手順も逆にすれば超絶美人になれるわけ。うん、逆光メイクって言うんだけど、これがこの世で生きていける唯一の術なの。わかりました。はい、じゃあまずやっていこう。あんたまず一番最後何する？一番最後はリップ塗ります。ってことはまずリップで下地をする。それですよ。やばい企画ですよ。はい、じゃあ上の方からね順番にまあなんかそうシャトルラーする感じで。ペッ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 。すごいね、さっきより血色良くなったよね。顔の血色めちゃくちゃいいよ。やば、やっぱ健康的な女子って好かれるから。かゆいところありますか？確かにメイクでそれ質問じゃない。次は、チークでファンデやっていきたいと思います。花子さんがね、ちょいちょいこっち見てね、大丈夫かなみたいな顔してくるよね。はい、オッケー、できました。こんな感じです。うん、なんかやっぱね、好感度高いよ。いろいろな覚悟してる顔だよね。平安で生き抜こうっていう意志が見受けられるよね、完全に。次、コンシーラーするんだけども、今回はマスカラでコンシーラーしていきます。赤みとかをね、消していきます。あー、全部赤いけどね。そうです。何を消せばいいか分かんないわ、これ。本来の目的をちょっと見失ったわ。どこ隠してはいきたい？小鼻の赤みとかですか？小鼻の赤み？はい。じゃあ小映えがかからないようにしていきます。うん。どうですか花子さん、これ若いね。若いわ。若さを感じる、その。はい、というわけで続いての工程はアイラインでフェイスパウダーしていきます。はい。こう滑らかにピーピーピーって感じだよね。嫌いじゃないよ。いやいや、ちょっと言ってください。それね、嫌われないことも大事。なるほど。やっぱ減点されないことが大事なのよ。続いてはなんと折り返し地点です。うわ、やっと。おなんとアイブロウでアイブロウしていきます。なるほど。そう、折り返し、こう起きてこうなったの今。もう重なったの、よかったね。はい、つかの間の令和感じて、これでつかの間の令和を。はい、わあ、安心する、安心する、ね、実家に帰った感じするでしょうね。これでね、お母さんの思い出してね、恋しいです。自分の顔があるのも親のおかげでしょ。デンジロに感謝しなさいよ。遠い先祖よ、あんた。これお前の先祖、ハラマスターでござる。はい、で続いてはですね、ファンデーションでアイラインやっていきたいと思います。絶対意味ないです。何？ファンデーションどれ？これでアイライン描いていくよ。どういう意味なんやろ。エンジのままごとでもせえへん。まあでもね、ちゃんと色出てるわ、これ。すごい。色出てる。あ、自分の色だ。すごい。自分の色だ。ちょっと今元の世界に帰れた気分味わったでしょ今。見ててね、楽しいわ。マスコット感あるわ。なんかね、始球式とか呼ばれそうよあんた。球団の。はい、オッケー。
嬉しい。ちょっと令和近づいてきたね。その令和です。ね、よかったね。で、こっからもっと部屋に寄せていくよ。続いてはですね、コンシーラーでマスカラしていきたいと思います。なるほど、なるほど。マスカラでコンシーラー、コンシーラーでマスカラってことだよね。あ、プラスマイナスゼロだ。そう。下まつげやっていくよ。怖い怖い怖い。ちょっと、ほんとね、今危ないからやめて、危ないから。目に入ったら、目がコンシールされるから。下まつげ、はい、下まつげね。ドゥン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 。大丈夫ですか。プルーン、はい、いいよ。プルーン。プルーンって。これが名人の技か。おお、はい。次はシェーディングで下地。なるほど。やっていきます。はい、じゃあシェーディングやっていくわ。はい、こんな感じで。お、いい。え、ちゃんと隠れてます輪郭。もう主張してくるよね。主張はしてくるよね。当時はエラに憧れ持ってたの。エラメイクって流行ってたよ。エラメイクありそう、ちょっとちょっとありそう。はい、オッケー。めちゃくちゃ主張してます。え、顔でかく見えません？まあね、大丈夫？逆って言ってるじゃないの。あんたいい加減ね、顔はでかい方が可愛いの。ホームベースになりなさい。あのね、あとはね、顔がでかい方がね、子供がね、親を見つけやすいっていうのがある。これね、使ってなかったわ。はい、そうですね。これでね、はい、リップを潤わせましょう。怖い怖い怖い。じゃあこれでちょっと持ち上げるわよ。怖い。これちょっと持ち上げるわ。大丈夫ですかそれ。拷問じゃないわよ、メイク。うってうってうってやりなさい。あ、挟むわよ。笑ってしまうとね、唇が、挟んだ唇がどっか行っちゃうのよね、これ。そうなんですよね。いくわよ。いけたー。ちょっと持ち上がった、今。持ち上がりました、今。なんかぷっくりした気がします、確かに。心持ちね、こう。はい、でも。じゃあ、乳液で最後、リップにね、蓋していきます。さっきの膨らみを閉じ込めるような感じね。めっちゃ行きたい。平安風エラメイク完成でーす。やったー。いやー、いやー、もう12中8人になったわ、ね、君の顔は。ちょっと見てもらおう、自分の顔をね。はい、まあ、こんな感じなんだけど。やばいやば。いや、ほんと美人よ、あんた。あ、美人ですかこれ。美人なんていうの。いや、ブサイクよ、あんた。ブサイクなの。違う違う、美人よ。はい、というわけで今回はですね、なんと実はこの動画、アイスダンディさんとのタイアップ動画になっております。イエーイ。こっからはですね、このアイスダンディという脱毛器具のね、魅力について語っていきたいわけなんですけれども、ね、私もね、まあ、パッと見薄いんですけど、やっぱね、気が抜いたらね、この砂漠化現象からちょっとオアシスになってきてるっていうのがね、やっぱその肌なんですよ。いや、僕もね、この辺がすぐ屋久島みたいになっちゃうんだよね。屋久杉みたいになっちゃうんだよ。私今ね、1、2週間ぐらい使ってみたんだけど、初心者でもね、本当に痛くなく、うん、この軽快に使えるっていうのがね、すごい良かったです。いや、それ私もね、使ってみたんですけど、痛みとか全くないです、本当に。医療脱毛だったらね、本当に予約とかしてね、行かないといけないんですけど、これだったらね、お家でいつでもどこでもね、簡単にできちゃうんで、すごいね、継続しやすいかなと思います。そうですね、本当に。で、こちらなんですけども、照射回数が30万回以上ということで、めちゃくちゃ長寿命に使えるということで、一度買ったらもう何年間もお供にできるという。からの、さらにですね、はい。3級のハイパワーのものになってまして、はい、もう4週間後にはヒゲ剃りがめっちゃ楽になる。いや、もうそれやりたい。で、このアイスダンディなんですけども、はい、照射、脱毛だけじゃなくて、この肌のキメとかハリとか発色とか潤いとかもキープできるっていう。あ、そうなんだ。美肌にもね、とってもいいんですよ。あ、そうなんだ、それ素晴らしい、はい、本当にね、やっぱ水大国日本だからこそ潤いっていうのをすごい大事にしてるの。あー、でも温暖湿潤器具だから。そうなの、温暖、やっぱ温暖器具。温暖器具ね。他にもなんと 0.9 秒に1回レーザー照射できるんで、1日にこうやって脱毛する時間10分もかかりません。マシンガン脱毛できますから、髪の毛ドライヤーで乾かすぐらいのノリで、なんとも脱毛ができる、めんどくさがりな人に非常におすすめなアイテムじゃないですかね、これ。さらに連続照射というモードがありまして、このね、
広範囲で一度にできるっていう。なるほど。一網打尽できちゃう、ね、なるほど。それはもう体の部位によってんじゃモードを使い分けるとかそういうことかな。そういうことですね。なるほどなるほど、はい。さらに今までいろいろ説明してきましたけど、このアイテム、はい、このスペック、このパワーでなんとこの価格4万円以下すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。これはもうね、工場直営ブランドだからこそできる低価格なんですよ、はい。普通ね、我々がこれ作りたいと思って事務所とか通すとこれマージン取られちゃうんで絶対5万以上に。めちゃくちゃマジな話してる。まあ、本当にね、コスパのいい、あの人類の英知が詰まったね作品になっておりますので、はい、あの下の概要欄にリンク貼っておりますので、よかったらね、アイスダンディチェックしてみてください。ぜひチェック。はい、というわけでレッツみんなでアイスダンディダンディ。